人工知能にグローバリゼーション、少子高齢化、自然災害、そして格差の固定化など、現代社会はこれまでに経験してこなかった複雑な課題を抱えています。私たちを取り巻く様々な課題に、一人一人がどう向き合い、どう対応し、どう乗り越えていくことができるのか。また、多様な価値を認め、 豊かな未来像をどのように描くことができるのでしょうかこの番組では「人らしさ」をキーワードに「人として大切なこと」「人としてあるべき姿」を見つめ直すきっかけを作ります今回は鳥取短期大学国際文化交流学科の 渡辺太志先生です先生今日はよろしくお願いしますよろしくお願いします今回はどういったお話でしょうかはい、えー、今日は民芸に学ぶ人と物と心についてお話ししたいと思いますわかりましたそれではよろしくお願いしますよろしくお願いします2020年を振り返ってみると新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大によって 私たちの社会生活も大変大きな変化を経験してきたと思いますで、その変化は今も続いているその大きな変化の真っ只中に今私たちはいると思いますで、こういう大きな変化というのは日本社会の近現代史の中でいうと明治維新であるとかあるいは第二次大戦の敗戦であるとか それに匹敵するぐらいの大きな変化ではないかと思っていますで、そういうですね大きな変化の中にあって、えー、自分たちの生活をもう一度見直してみる手がかりが民芸にはあるんじゃないかというお話を今日はしたいと思います確かに2020年はあの生活においてとても大きな変化があった年でしたねで、そこで民芸ということですけれども そそもそも民芸っていうのは何なんでしょうか民芸はですね、えー、白樺派の同人であった柳宗悦それから陶芸家の河合幹次郎や浜田庄司らによって、えー、提唱された生活文化に関する運動です。20世紀の前半から始ままっていますで、えー、民芸とは民衆工芸民衆の工芸を略して民芸という言葉なんですけれども柳宗悦らはですね 庶民が日常の生活の中で当たり前のように毎日使い続けてきた器であるとか、あるいは竹細工の籠であったりだとか、そういう生活の中で使う道具にこそ美しさが見出せるということをですね提唱したんですね。小柳さんは民芸にどういうイメージを持っていますか。そうですね。民芸っていうとあの陶芸品だとか。 染め織物とかそういう手作業で作られる手仕事のイメージがあります。はい、そうですね。民芸基本的には手作業で作られたもの、そういった工芸品を指しています。で、そこにはですね、当時柳宗義たちがですねこの民芸を提唱した時代背景も関わっていると思います。で、柳らはですねそういう大量生産の まあ、あの否定的な言い方をすると粗悪なあの大量生産の画一的なものが、えー、それまでの各地で民芸として作られてきたあ手仕事の品物にとって変わっていくそういう状況を目の当たりにしてそれに対して危機感を覚えたということがあります大量生産の時代にあえて古くからあるもの 古くから日用品として使われているものの美しさっていうのに目を向ける活動っていうのはすごく当時の人々の価値観を変える活動だったんじゃないかなと思いました、はい、そうですねで、えー、そういうまああのものの見方を転換していくということが民芸運動の大きな特徴と言えると思います大きな歴史の流れで見るとその柳たちがあ 民芸を提唱した時代から今日まで連続していてで最もやっぱり大きな力を持っている社会経済的な力というのは資本主義的な経済のあり方だと思うんですねその資本主義的な経済のあり方が大量生産大量消費によって豊かさを作り出していくというシステムなんですけれどもそのいろんな矛盾であったりだとか限界であったりだとかっていうところに 別の形で違う観点を与えてくれるのが民芸なんだろうなと思っています鳥取にも民芸美術館があるんですよねはいそうなんです実は鳥取は民芸運動がすごく盛んな土地の一つでもあります鳥取県の民芸に影響を与えた人っているんでしょうかはい、えー、ここ鳥取の中部倉吉ではですね、えー 明林小学校の教員を長く務めた長谷川富,富三郎さんという方が版画家として活躍しました。で長谷川富三郎はもともと鳥取中部の前田漢字を輩出したことで知られる芸術団体砂丘社のメンバーとしてもともとは油絵を描いていたんですけれども戦後ですね民芸運動これも民芸運動に関わった宗像志向 世界的に評価の高い版画家ですが宗方志向に支持して戦後はです、ね、油絵から版画に転向しで版画をです、ね、教育活動の中にも取り入れながらです、ね、生涯にわたって本当に膨大な数の版画の作品を制作しています。 で長谷川富三郎さんは民芸をですね教育活動に生かしたいということで、まあ、民芸のですねその地域の歴史や風土を大切にする考え方であったりだとかあるいはまあ、えー、ものそのものですねものそのものの美しさを身近なところに見いだすで、まあ、それがふるさとの生活の中には実はものすごく豊かに見いだせるんだというそういった考え方をですね教育に生かすことによって 子どもたちのですね共同思う心っていうのを育てていきたいというふうにですね考えたとまたですねその長谷川富三郎と民芸を通じて交流が深かったのが倉吉の写真家高木啓太郎という人がいますそしてですねその長谷川さんや高木さんとも、まあ、サロンを通じても交流していた徳吉英夫さんという方がおります。 で彼も、まあ、画家でもありいろんな表現活動をしていたんですけれども敗戦直後にですねこちらにあるのがその衣装ですね、はい、これすごく一枚一枚が柔らかいんですけれどももしかしかかて和紙ですかそうですねこれは「印衆和紙」に当写版で印刷をして。 でさらにです、ね、中にはあの版画もすられていたりするんですけれども一枚一枚です、ね、手作業ですってでさらには、えー、一つ一つ糸で丁寧に閉じてというでこれがです、ね、何部ぐらい作られていたかっていうのは今調査中で正しくはわからないんですけれども、えー、おそらくは、まあえー、100部から多くても200部程度。 手仕事で作ってで、えー、身近な人たちへこうやって手渡しで受け渡されていたんじゃないかなと推測をしています。で中身としてはですねこの地域の暮らしそれからその暮らしと密接に結びついているさまざまな生活していく上で必要な道具についての記事があおほとんどになっています。やっぱりこの大量生産だと味わえない形の違いとか。 表情の違いっていうのが、感じられるのが、民芸品ならではですよね。そうですね。で、そこに、まあ、手仕事、手仕事の良さっていうのが、表れているんだろうなと思います。倉吉では、民芸が、とても盛んだったことが、よくわかりました。 長谷川さんはですね、まあ、あの小学校の教員となってで、まあ、子どもたちに教育として教育者として向き合っていく上でですねそのものと心の関係を理解しないことにはあの自分の教育っていうのは十分できないんじゃないかというふうにですね、考えたそうです。で「ものと心」っていうのはまあどういうふうに関わっているかということですけれども、まあ、ここまでですね話してきたようにですね の民芸においては、まあその手仕事で作られたものというのがやっぱり大事なんですね。で、そのものを通じて、えものを使っていく中でですね。そのものを作った人と、えものの使い手との間で、あの、ものを通じた心の交流っていうのが起こってくると。 でこれがです、ねまあ、大量生産の工業製品においてももちろんあの工場で働いている人の手は関わっているわけですけれども工業製品になってしまうとそれがです、ね、その作り手の顔も見えないし作り手の手作業の跡が見えないし、えー、なおかつ大量生産された製品というのは結局のところ大量に消費されてでさらに言うと大量に廃棄される運命にあるんですね。 でそういう大量生産、大量消費、大量廃棄のサイクルっていうのが現代の資本主義の経済システムであって、このサイクルが回っていくことによって豊かさが生み出される、富が生み出されるっていう仕組みになっているんですね。じゃあ現代社会はものの豊かさと心の豊かさが乖離してしまっているかもしれないですね。そうですね。それが 民芸の本質に関わっていいるんだと思います資本主義経済のさまざまな矛盾や歪みというのが現れているのが現代だと思います根本的な原因を見据えていくとですね効率を求めてきた経済の問題かなという気がしていますコロナの新たな感染症が出てきたときにそれに対して最も脆弱なのは都市生活なんですね。 で都市というのは人がたくさん集まってでそこで効率的に社会生活を営むことができるで人がたくさん集まるがゆえに都市は都会はどんどんと便利な暮らしができるようになっていってで便利な暮らしができるからどんどん都会に人が集まっていくっていう、まあ、そういう循環があったわけですけれども。 そのですね効率性を求めた都市的な生活がひとたび新たな感染症が登場すると極めてその新たなリスクに対しては脆弱であったということが今回明らかになったと思いますでこういうですね大きな社会変動の渦中であるからこそ、えー 大量生産的な経済のあり方に疑問を突きつける民芸の考え方から学べるところはまだまだいろいろあるんじゃないかなと思っています。で幸いですね鳥取は各地にですねこういった民芸品に触れる機会もありますし考えている方たくさんいらっしゃいますのでそういった方たちからお話を聞くこともできます。こういう時だからこそ一度効率化っていうのを置いておいて。 今身近にあるものとか昔からあるものの良さっていうのに心を向ける時間を作るといいなと思いました先生今日はありがとうございましたありがとうございました